一番手は誰だ？やあ、ユーチューバー、手に入れ！今は昔、対馬の you
気をつけくだされ。恐れを知らぬ毛量が静かにしないと。刀鍛冶をお探しですか。酒井様、十分なぞ。今は昔、対馬の双子がその身だけでなく魂まで狙われたことがある。その話をお話しましょう。石川先生が生きておいでなら手を貸してくだされ。お侍、お頼みしたいことが。どうした。私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく駒だから逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良い薬師のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。かかってこい。お前を殺しても
酒はうまいだろうな。殺してくれ。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病源は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。賊を追い返せたと申すか。賊が相手といえども堂々たる態度で丁重に頼めばおそらく。あのような連中にも通じると思うか。いえ、しかし太刀を振る前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。喫水の屈指だな。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない。俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてことを。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ。俺が取ってこよう。
虫だろうな。苔は見つかりましたか？あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば、明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ。息子の命の恩人です。あの、女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。加減はせんぞ。ナッシュ侍マスチンチャマイ。
陣、勇気を持って敵を見据え、虚に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。ハン、おい、武道家口張った。あっちベリー、ティーム。こちらです。半魚はあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせて。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？猛虎どもがうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出所までは
死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。弓取りがおれば心強い石川先生のような。ご遠慮なくご覧ください。素材が足りないようですね。また来よう。そういえば島のものを唐国へ連れてくって噂もある。さあどうぞ見ていってくださいよ。ここで良い知らせをお待ちしてますね。お手伝いできることは？道中のご無事をお祈りしています。気が安すぎやしない。だったらあんたも一緒に座りに行こうよ。菰田の戦場を。なあ、心なしか阿波の味がおかしくないか？ああ、わかるよ。きっと食べ飽きたんだ。魚が美味しい。子供に食べさせるものは残ってる？米が少しだけある。私が我慢すれば一日一食はあげられるよ。重則様の四電一線をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。
あちこちの村で奉仕の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。夜に変わるので釣りをしてみるか。お侍が負けたなんて信じられない。本当にそうだ。賊や海賊がいても、石川先生。酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？おなごか。生まれは。生まれは百姓だが、弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。お前は神道よ。もうこの殺す。こやつら酔ったタヌキだな。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。
矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。
숨었다. 이제 너 데스퀘. 섬속 낚시 왔어. 이거 맞았다. 맞았다. 이마다. 야츠라오 메이도에 送ってやれ.
Бутсад ерж мэдэн сэрэмжтэй ба. Дараа мултар чадахгүй. られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。高い。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一殺。せい、ゲイどうした。侍ボール座敵。
我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしがよい。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。蜂の巣か。足止めになるな。樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術をとくと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。まずまずの敵だ。造作もない。抜かるなよ。街道から来るぞ。お任せを。Drew!
前はどこだ。来るさ。援軍が。奴らを冥府に落としてやれ。おしょ、どうしよう。どうしよう。トマスは気負ったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、馬鹿にしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです。かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしおった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。兼太の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。
金、材木、布を扱います。さあどうぞ。では お達者で、お侍様。新しくいたしませんか。うまく使わせてもらいましょう。